堺ブレイザーズの入場となります。皆様大きな拍手でお迎えください。背番号1、松本義彦。背番号2、井上雄介。背番号3、石島雄介。背番号5、内藤和也。背番号6、ペピチ・ミラン。背番号7、できた・たかし。背番号8、佐川翔。背番号10、千々木俊介。背番号11、伊藤康隆。背番号12、横田和義。背番号13、松岡優太。背番号14、坂梨智彦。背番号15、木村大輔。背番号18、今村和樹。背番号19、今村俊。そして監督、印度春也。今ステージに選手、監督、スタッフが揃いました。2015-16Vプレミアリーグ、このメンバーで戦い抜きます。応援のほどよろしくお願いいたします。さあ、それではまず主催者を代表いたしまして、株式会社ブレイザーズスポーツクラブ代表取締役社長藤田智之がご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。堺ブレイザーズの、V プレミアリーグ出陣式の応援の場に多数お集まりいただきまして誠にありがとうございます。また今回15周年こういうことで、こういう場所で、この会を開催することができました。これもひとえに堺市の皆様のお力添えあってのことでございます。この場を借りまして厚くお礼申し上げたいと思います。今申し上げたようにですね、堺ブレイザーズ、ブレイザーズスポーツクラブ、こういう、クラブチームになりまして15年が経ちました。そういう意味では企業チームということから地元に密着したクラブチームということになって15年経ってます。この間、皆様方の熱いご声援のもと、やってこれたと思ってます。この間 V リーグの優勝3回、8年連続でベスト4というこういう結果が、得られましたのもですね、皆様のご声援があってのことと思ってございます。こちらも深くお礼申し上げたいと思います。今月末10月31日より、2015-16V プレミアリーグが開幕いたします。堺ブレイザーズは初戦トヨタ合成と11月1日博多の体育館で初戦を迎えます。
まず今シーズンこれでスタートとこういうことですけれども、V リーグでの優勝はもとより、この間あります天皇杯、それからゴールデンウィークにありますプロ和式三冠目指してですね、まさにこれから熱い戦いを繰り広げてまいりたいと思います。皆の決意は、もう胸の中に熱く、秘めているものと思います。そのあたりは後ほど引導監督からも、お話があると思いますけれども、まさに優勝できるように、応援引き続きよろしくお願いしたいと思います。まさに、こういう熱い思いあるからでしょうか、今日は嵐が来ております。強い風、嵐を、の中、船出をしますけれども、必ずや、参加してくれるものと、確信しております。まあ、そういう中、12月12、13、この土日は、堺神奈川体育館でホームゲームがございます。ここでも、大活躍してくれるものと思います。多数お集まりいただきですね、応援は最大の攻撃ということで、ブレイザーズを応援していただければ幸いでございます。これからのシーズン、熱い戦いを繰り広げてまいります堺ブレイザーズを引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。まあ、簡単でございますけれども、代表しまして主催者の挨拶とさせていただきます。今日は本当にありがとうございました。栗田社長ありがとうございました。さあ、それでは続きまして、先ほどお話にも出ましたが、堺ブレイザーズを代表いたしまして、堺ブレイザーズ監督引導春也が決意表明いたします。引導監督、真ん中の方へお願いいたします。皆様こんばんは。多くの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。私たち堺ブレイザーズは、堺ブレイザーズとなりまして15年目になります。この年、新シーズン11月1日のトヨタ合成トラフェルサ戦を迎え、出陣式に参りました。ここまで、このように活動してこれましたのも堺市民の皆様のご支援、応援のおかげだと思っております。改めて感謝を申し上げます。昨シーズン V プレミアリーグでは、4位という結果でした。その4位という結果を踏まえまして、何をすれば日本一に再び手が届くのか、選手もスタッフも一生懸命考えて、ここまで強度の高い練習、難しい練習を心を込めてたくさんしてまいりました。あとはその成果をリーグで、思う存分発揮する、それだけだと思います。シーズン中には天皇杯、それからプレミアリーグ、5月にはクロアチア、この3つのタイトルで全て優勝することを目標に、これから3月の決勝まで、また5月のシーズン終わりまでチーム全員で走っていきます。どうか皆様、これからも変わらぬご声援のほどよろしくお願いいたします。引導監督ありがとうございました。それではここでご来賓の挨拶を賜りたいと思います。堺市長の竹山治美様、ご挨拶お願いいたします。皆さんこんばんは。市長の竹山でございます。2015-16 の V プレミアリーグブレイザーズの皆さんの出陣式をここ市役所前で開催していただきまして本当にありがとうございます。またたくさんの皆さんがご参加いただきまして本当にありがとうございます。私たち堺市民はブレイザーズを応援いたしております。そして私どもはこの新日鉄の時代からブレイザーズの皆さんに市民スポーツの振興、さらには堺のいろいろなイベントにご協力いただいております。ブレイザーズと堺市民は一体、そして今年は必ず優勝していただく、3年ぶりに優勝していただく、そういうことをお願いしたいと思います。そしてまたまたこの15年間の間のこの歩みをしっかりと私どもと共に一緒になって気づいていって、さらに大きく飛躍していただきたいと思います。今回の優勝を記念いたしまして、私から皆さん方に頑張ってくださいと申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。竹山様ありがとうございました。
それではこの15周年記念イベント、ここから観覧へと移ります。選手がスポンサーブースの方へと移動していきますので、ぜひ皆さん選手にエールを送ってあげてください。では選手の皆さん、ステージ後方から各ブースの方へとお進みください。それではこれよりしばらく観覧の時間とさせていただきます。もうただです。案内している応援幕メッセージ、ぜひお書きください。各会場に飾られますからね。皆さんの熱いメッセージで埋め尽くしていただきたいと思います。この後まだもう少し時間も出てくるかと思います。ぜひメッセージの方もお願いいたします。こんばんは、セクシーゾーンの友達直樹です。踊りました。LINE は交換してませんが、食事行きました。何の話ですか。栄ブレイザーズも15周年になりまして、私も実は、栄ブレイザーズの応援団長を務めさせていただき15年目、私も15年目になります。その15年目で、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ありがたく今年ワールドカップ2015の応援盛り上げたいということで、女子と男子の、全試合、応援で参加をさせていただきました。最初は普通の T シャツでうろ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 してるだけのおっさんだけやったんですが、大阪大会から紋付き袴を着ましてですね、紋付き袴でうろうろ、すみません、紋付き袴を見たよっていう人いらっしゃいますか。はい、多くもなければ少なくもなく、中途半端な数や、中途半端な数やで、これ声援もなく、ほんまに過去のことは忘れんねん。ね、しかし、応援の力というのを本当に肌で感じてきました。圧が変わっていくっていうのも感じてきました。いよいよ始まります。ぜひ皆さん各会場に足を運んでいただき、このメンバーに熱い温かい声援エール、そして、私と共に、応援盛り上げてですね、ブレイザーズは強いんだというところを、見せつけていただきたいと思います。今シーズンも熱い温かい応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それではエールを送ります。フレフレ酒井を最後に、エールを素晴らしい、声で高らかに空に向かって大きくよろしくお願いします。前ちょっとおりますんで、よろしくお願いしますね。フレフレ酒井をお願いします。さあ、それではお願いします。フレフレ酒井よろしくお願いします。ここなんか祭りの営業来てるみたいです。さあ、それでは行きます。栄ブレイザーズ優勝祈り、そして健闘誓い、フレー、フレー、サッカー。
は酒井って言ってくれる？ピラピラして俺怪我するんちゃうか。もう一回行こう。今のいいと思います。ブレブレ酒井から行きます。酒井ブレザーの剣闘技してブレーブレーさあありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。改めてご案内申し上げます。今シーズン堺ブレイザーズ堺市でのホームゲームは12月12日土曜日、13日日曜日、堺市金岡公園体育館です。12日 J テクトスティングス戦、13日 JT サンダース戦を予定しています。皆様の応援が選手を勝利へ動かします。ぜひ体育館にお越しください。そして今シーズン優勝を目指して選手スタッフとともに最後まで戦いましょう。皆様とともに進めてまいりました堺ブレイザーズを応援しよう、堺ブレイザーズ15周年記念イベント、これをもちまして閉会とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。それでは選手の皆さん、後方中央からご退場ください。サポーターと共に築いてきた15年の歴史、頂点を目指せブレイザーズ。応援は最大攻撃だ。 We are Blazers。 堺、金岡に集え。サポーターと共に築いてきた15年の歴史、頂点を目指せブレイザーズ。応援は最大の攻撃だ。 We are Blazers。 堺、金岡に